ベラミロードは日本の競争馬。宇都宮競馬場の末期を代表する競争馬の一頭。品馬では唯一の栃木三冠馬。2000年ナーグランプリ年度代表馬、2000年ナーグランプリ最優秀品馬。2000年ナーグランプリ最優秀短距離馬ハ半アニにイブニングスキーがいる。北関東地方競馬最後の除血と呼ばれた。半アニイブニングスキーも来た。 関東ダービーなど重賞11勝を含む40勝を挙げた活躍場であり、他の兄弟ベラミチケット、ブリッジクリアーも宇都宮競馬場の重賞を優勝。母ベラミスキーは現役時代金豊王のクラシック戦線のライバルとして活躍し南部杯に着という宇都宮競馬場の名門の生まれである。主戦騎手は内田敏夫で全29戦中28戦で騎乗した。 1999年に、栃木3冠を達成。また同年には、中央競馬の重賞ユニコーンステークスに挑戦し、ゴールドティアラの2着に逃げ粘る前線を見せた。2000年以降も、中央競馬のレースやダートグレードを競争に、積極的に出走し、ダートグレード競争の東京杯と TC 形状杯を優勝。 特に、大池馬場の東京坂月では1分10秒2のトラック対レコードを叩き出して逃げ切り圧勝、その快速振りを全国に見せつけた。2000年度には、この勝利などが評価され、ナーグランプリ年度代表馬、最優秀品馬、および最優秀短距離馬に選出された。引退後は、生まれ故郷の静ない境牧場に戻り、繁殖品馬となって過ごしている。 2007年11月20日、初語のベルクコマンダーが、浦和競馬場で、初勝利を挙げた。2008年7月26日、第3コサマーラグーンが、小倉競馬場、第 1R2 歳未勝利にて、中央競馬初勝利。地方競馬22 20戦17勝、中央競馬5戦0勝。ありがとうございます。